おら、ほん。うん。3時間ちょいぐらいで起きることできましたね。今日はね、どうしようか。なんか、靴も欲しいけど、とにかくダンスのレッスンしなきゃいけないんだわ。ダンス頑張るか。じゃあ、ジム行く？今日の朝飯はなんと、餃子。うまそうだ。うまそうだ、もう。食欲湧かないから、こういうので、書き込みます、ご飯。スイッチオン。お、すげえ。うまそうだなぁ、おいや。はい、じゃあ餃子食べていきます。餃子とご飯です。ちょっとね、今胸肉入れてるんですけど、まあ入れ上がったら胸肉食べます。中華屋さん顔負けの羽、まあ冷凍食品だけど、いただきます。いえー、うわうわ、めちゃめちゃ極秘な書類を作って、めちゃめちゃ極秘な作業を2時間くらいやってたんですけど、結局うまくできなくて諦めました。最近感じてるのは、モテるのと付き合えるのは全くの別物だということに気づかされたんです。僕は正直めちゃくちゃモテはする。ただ寄ってくる人はみんな肉体関係を求めて寄ってくる人が多い印象で、まあ確かにやれることはやれるんだけど、ちょっとね、最近は嫌になってきて、決まった人に愛を注ぎたい、愛情を注ぎたいなと思ってるんですよね。でもなかなかね、みんな一回きりで終わってしまって次がないですよね。どうすればいいのかな。はい、とあるお客様からですね、こういうメッセージをいただきました。羽賀さんの食事を真似しながら増量に取り組んでいましたが、さらに筋肥大させるために、キルステロイドの購入を決断しましたと。で、彼女がいないのでこれを着てジムに行きます。サインを書いていただければ幸いです、ということでね。まあ僕からの一言なんですけど、彼女ができてもこれを着てくださいね、ということで、サイン書いていきます。羽賀セブンと喜んでくれればいいな。もしも私が家を建てたなら、小さな家を建てたでしょう。はい、郵便局から帰ってきてから、ちょっと事務作業がね、たくさんあって、まあ、その描写はちょっとさすがに入れられないんで、撮ってないですけど、これからトレーニング前の飯食おうと思います。これが、豆腐、藤子塩昆布と、ご飯、味噌汁、でーす。はい、ということでね、これからちょっと、スポーツデポ、まあなんか、靴見てきます。隣町に行ってね、ちょっと、バスケットシューズだとか、スニーカーだとか、ちょっと、見ていいのがあれば、買ってこようかなって思います。結局何も買わなかったです。いくつかなかったわ。じゃあこの気持ちデッドリフトで例えようか。 Welcome to Disney World。 さっき靴買えなかったから靴欲しいな。靴買おっかな。ここで撮るのを忘れてたぞい。Welcome to Disney World. Oh yeah. Ooh. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Oh. 追い切れちゃったぜ。Oh yeah.メンマだらけだぜ、おいや。
グーチョコランタン。真冬の空の下、一人寂しくゴミ捨てに行くのはとても辛いです。はい、飯の準備整えました。おいキムチね。おいキムチ、これがうまいんだよね、本当に。最近みんなね、おいキムチ買ってくれてるみたいだね。流行ればいいな。はい、でご飯とコーヒー牛乳と、あとメンマね。これを忘れちゃいけないよ、メンマね。これ食ってきます。うまい。りょうすけ、今日のご飯も美味しいね。そうだね、ハガくん。ね、ハガくん。ん？俺にも、メンマ、食わせてくれよ。あ、いいよ、いいよ。はい、りょうすけ、あ、うまいな。そうでしょ？ねえ、ハガくん。ん？おいキムチも食わせてよ。あ、いいよ、いいよ。はい、りょうすけ、いやー、なんと美味しいんだ。ねえ、幸せだね、りょうすけ。ねえ。はい、ということで、お疲れ様でした。最後はね、もう抱き寄りました、飯。もう眠くてね、食ってらんない。で、明日はね、8時起きで渋谷行きます。何するかっていうと、ダンスの練習です。はい。一人だとね、もう全然ダンスの練習はかどらないし、全然頭入ってこないんで、ちょっと渋谷で、渋谷じゃねえ、品川で、ちょっと、ダンスの練習してこようと思います。はい、それぐらいかな。もうとにかく眠いんで、寝ますね。おやすみ。おっす、おら、ほん。あれ、あれ、メガネがない。いつもここに置いてるのに。どこ？あれ？最悪これ。マジ。見つけたけど、寝違えてじゃねえ。寝返りして、また潰した身っぽいな。曲がってる。ごめん、マジで時間ないから急いで食います。腹減ったんで、ちょっとコンビニで肉とおにぎり買いました。はい、ちょっと昼飯で中華屋さん来てます。まあそうだね、品川の東流さん、品川の東流っていう中華屋さんに来てます。美味しそうだ。お疲れ様でした。品川からね、帰ってきました。で、今日の4食目食ってきます。これトレーニング前の飯になりますね。はい、おにぎり2つです。はい、さっきファミマで買ったやつ食えなかったんで、まあ、肉は食ったんだけど。で、胸肉ちゃん食べていきます。じゃあジャム塗る？めっちゃ美味しい。美味しい。Welcome to Disney World. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Oh. Oh yeah. Oh. 今日のゴミめっちゃ少なくて嬉ピー。よし、ほら、ほん。はい、ということで、ご飯の準備が整いました。これが、
ご飯。これが、マグロの刺身。ね、コーヒー牛乳。あ、メンマ忘れた。メンマ。メンマ、後で取りに行く。メンマ、ごめんね。でね、トレーニング終わってからちょっと寝ちゃってました。で、2時間ぐらい寝ちゃって、起きたらね、めっちゃ体冷えててブルブル震えるんですよ。さすがにちょっと、速攻で風呂入んないとまずいなっていうことで、お風呂のね、描写はちょっとカットしちゃいました。ごめんなさい。お風呂の描写楽しみにしてた方々、ごめんね。ふがくん、ん?今日も一日お疲れ様。じゃあ僕からふがくんに、あーん。うん、美味しいよ、ヤブ兄ちゃん。大好き。ヤブ兄ちゃんも僕から刺身をあげるよ。はい、ヤブ兄ちゃん。あーん。美味しい?うん、めっちゃ美味しいよ。じゃあ、もう一口焼いちゃおうかな。はい、ヤブ兄ちゃん、もう一口。あーん。もうヤブ兄ちゃん食べ方も可愛い、もう大好き。はい、ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。ダンスの練習ね、疲れたな。ねえ、俺がダンス踊るなんて考えたこともなかったけど。まあ、頑張ろうと思います。はい。で、明日はね、筋トレするかわかんねえな。まあ、多分するんだろうな。明後日、高校の飲み会があるんで、忘年会ね。なんで、まあそこでは、トレーニングをしないと思うから、あと年内、2回ぐらいは筋トレするかもしれないですね。まあなんか記念に写真でも撮れたらなと思います。あとは仕事、やれるやつを進めていこうかなと思います。はい。ということで、今日はこれで終わり。じゃあ、おやすみ。バイバイ。